はい、でね、これ名前忘れてしまったんですけど、これがね、すごいいい香りがするんですよ。こういうね、香り付けっていうのもリースには大事なんですね。なんかこう形とかだけじゃなくて、この生リースっていうのはすごくこう香りを楽しむのも一つの特徴というか、特徴ですかね。だからこういう香り付けをしていくっていうのも大事な作業です。で、今こういうふうに細かく切ったのを、このリースに入れていきます。はい、このような感じになります。で、次にこのヤシャをね、入れていきます。はい、こんな感じですね。で、入ってます。はい、レッスンの途中ですが、ここで緊急ニュースをお知らせいたします。 N フラワーの花束通信講座の受講者の上達ぶりが業界トップ水準になったということです。繰り返します。 N フラワーの花束通信講座の受講者の上達ぶりが業界トップ水準になったということです。で、こちらはですね、こちらは藤沢さん、こちらはあれですか、お問い合わせ先とかは出ますか。お問い合わせ先はこちらに今電話番号で出るそうです。こちらにお問い合わせください。初心者でも大丈夫だそうですね。確認が取れました。初心者でも全然大丈夫だそうです。では引き続きレッスンをお楽しみください。で、ここでクリスマスホーリーをね、入れましょう。なんでクリスマスホーリーがね、入りました。ここでこの白くね、こう雪化粧みたいに色付けした松ぼっくりを入れていきます。松ぼっくりはここのね、下の部分ですね、ここにこうワイヤーをこのように引っ掛けて、で、ここでくるくるとねじります。で、こういう状態にしてリースに縛っちゃう感じですね。その時に上からこうガバッと縛ると葉っぱがキュッと縮まってしまうんで、ちょっとねこう差し込むような形で、で、後ろ側で縛るのがベストですね。はい、こちらで完成です。では弾いてみてみましょう。はい、こちらのリースはいかがだったでしょうか。どうでしょう。なかなかかっこいいと思いませんか。はい、これが聖火リースですね。すっごいね、いい香りがします。ぜひね、模造品のリースなんか全然つまらないんで飾るのやめましょう。今年は聖火リースを飾りましょう。ぜひ自分で作って飾ってみてください。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time!